どうも皆さん、君 F です。積み毛を崩すキャストとしてルナシッド続きをやっていきたいと思いますが、まあパチュリーのお使いをこなしまして、でちょっと待ってくださいね。あ、そうだ、アイテム動画を見返したら、アースなんだっけ、アースエリクサーだったね、クレイさん。これか。あ、二つになってるのね。これだったのか。あ、ついでだ。これか。これパチリンとかで安く売ってるやつなんだけど、なんかハテナついてんだよね。これ使ってみようか。クイップ。これだね。ポイズンで、やっぱり偽物だったか。はい。何かに使うのかな？使う機会があるのか？ただ偽物なのか。まあいいや。多分。で、あと、そうだな。これ、もうちょっと上げる？上げちゃっていいかなと思ったんで、上げるか。あと、なんかあるかな。コンパス、あ、コンパスがついてたのか。コンパス、キング。だって、これで、ちょっと、で、あ、ウェイズついたね。キングってなんだ？キングスシールドかな、もしかして。あ、キングス風か。どうしよう。これの方がキングス感が増すから、これにするか。見づらいんだよね、でもこれ明るさ、こんだけ明るかったら、もうデミがこんなに見えるからいっか、この明るさで。じゃあどうしようか。とりあえずここに行って、でもあとカトコンベを下るか。カタコンベを下るか上、そう、こういうところなんだよな、多分。ジャンプ力を上げたので乗れる？もうちょっとなんだよね。こういうのに乗っかっていくとか、そういう系。いやー、だとしてももうまだ足りんな。こっち側もあるけど、こっち側の方が低い。いけそうっちゃいけそうなのよね。いけそうっちゃいけそうなんだよな。あとどこだっけ。あとここか。なんか石が置いてあるのはそういうことなのかな。この辺に、あ、いたいたいた。あ、3体もいるのか。じゃあ、いいね。あ、くそ。明るくしても暗闇くらってたら、そりゃそっか。でもコンパスがあるだけマシかな。やってくれたっぽいな。コンパスがあるだけマシですね、こっちの方が。つけとけよかったな、コンパス最初から。この上のところ
まだいた？なんか行く道があるのか。あんまりでもあるっぽい感じではないよな。あ、上にいるのか。なんか実は呪文を持ってるとかかな、俺が。ダッシュのやつとか空中ダッシュができるのは分かっているんだが、空中ダッシュをしたところでなんだよな。すごいところから撃つね、お前。いけそう。あ、いった。あ、いったいったいったが、行ってよかったのか。まあいいよ、来たから。これが見えてたところか。なんかスケルトンいっぱい見えたな今。あ、あったあった。これはあれかな、キングス4にこういうところあったな。スケルトンが鬼のように出てくるところ、そのオマージュかな。これが最後のやつかな。何か変わったか、これで。他のところも見ていきましょうか。宝箱。あ、デミ。え、なんでこんなところに。はい。To see you down。 はい。そうかい。This is the road to this。ケアフルです。そう、ですっていうのはさ、行ったら死んじゃうよって意味なのか、それとも死神的なやつがいるっていうこと。おいえ、I got this from ぽいな。お前はですを倒したことがあるのか。その鎌はですからもらったやつが、そういうやつ。あー、でも倒したけどリスポーンしたみたいなこと言ってんのかな。ではデーモンアラウンドヒア。ジャスピケアフ、まあいるよと。ジャスピケアフ、はい。この子だけは味方っぽい。いや、この子以外にもみんな味方なんだけど、パチュリぐらいだな今のところ。でもパチュリも別にそこまでひどいやつでもないっぽいしな。指輪だ、ライトニング。ですがいる。一体倒したって言ってるってことは相当強いやつだよな。今まで出会ったメアとかのことを言ってんじゃないよな。ですがいる。カットコンベの空いてないエリアのことかな。これで空いたんだろうか。行ってみるか。ああ、ここか。もう一個の穴に入れるのかな。あって、じゃあ、入り口近くのあの崩れた階段のところももう行けるのかな。あとここか。ここに乗って、ここに乗って、で、あ、くそ。ここに乗って、
いけない？いけない？でもここはパッと見向こうに繋がってるだけっぽいんだよな。いけないかな。あ、いけた、オッケー、オッケー、オッケー。あ、でも繋がってるだけだな。ショートカットか、別に隠し扉があるっぽい感じでもないし。どうしようか。とりあえず、せっかくだから、カタコンベの方に何か変化があったかだけ見てくるか。ちゃんと探索できてないんじゃないか感があるからな。ほぼほぼ妖精さんがやってくれたんだよな。ネアがいるけど、あの扉はどこだっけ。 あそこだな。こいつのことじゃないよね。一体倒したけどみたいに言ってたけど、そもそも群れでいるからね、こいつ。これだな。なんか色がさ、ノーエ、ん？ノーエフェクトって出るってことは、なんか殴るは合ってるのか、なんか特別なもので叩く。あともう一箇所怪しいところあったよな。それを探しつつ、こっち側でもこれグルーンってなってるだけだよね、多分。そうだね。おお、なんだ、ミゴか。あ、ミゴの姿がはっきり見えるようになったのか。お前こうやって言うと植物みたいな見た目してたんだな。で、これはミゴの声だったのか。ミゴの姿がはっきり見えるようになっただけかな。いや、こんなところにもミゴいたんだね。ただぐるんってしてるだけかな。メアがいるってことはこっちにまだ来てない。なんか落ちてるけど、あれは多分、いや、来てない。指輪だ。コーヒー、こっち側はまだ来てなかったか。やはり探索し忘れがあったか。
これはでも上がったことがあるかな。あ、そうそう、これこれ。調べることもできなければ、叩いたところで何にも表示されない。そうだね、こういうの叩いてもノーエフェクトとは出ないから、やっぱりあれは特殊なやつなんだな。ここも絶対なんかあるだろう。少なくともあの2箇所はまだわからないっていう感じだな。これも、あ、え、あれ、お前が開けてくれんのこれ。え、お前が開けてくれるの。いや、止まったもんだよな。あれ、え、え、でもさっきのところ開けてくれなかったよね。なんか同じ様子があるなって思ったら、ん？自動ドアじゃないよね。今こいつが開けたんだよね。ちょっと待って。ソンフェアリー。属性攻撃か。これでこと、これってこと？属性攻撃かな。とりあえず開いたから試して、いろいろと見てみましょうか。これ多分上の階だよね。多分だけど、お墓の種類によってその、ま、埋葬されてる人の元々の地位とかが違うんじゃないかと。うわー、ラットキング、やっぱり強いんだねこいつ。斧が落ちてる。ハルバードか。なんか扉がありそうな気配だが、そんなことはないのか。杭が刺さってるってことは、こいつは吸血鬼だったのかな。やったら十字架で囲ってあるしね。頭が持ち去られてるな。それとも一応頭を抜いといたのか。杭刺しただけじゃ危ないと思って。ヴァンパイアハンターの剣があったから。あとこれ普通に種族にヴァンパイアがいるんでね、こいつヴァンパイアなのかな。なんもないよね。ヴァンパイアハンターの剣は全然違うところで手に入れたと思うんだよな。ちょっと待って、これが開いた。探索し忘れてるところはありそうだが、これだ。生属性、生属性、ハルバード、ヘルフィノグソード、違う、なんかあったよな。あ、レイピアがあったな。
これだ。属性攻撃か。開いたのはいいが、明らかに新しいところに行くところだし、さっき言ってたあのデミが言ってたデスが いる場所がそこなんだったらちょっと危ないな。もう一個の方も試してみるか。属性攻撃で開くところもあるのか。あと探索忘れはないかしら。MP も尽きてきたところだし、ちょっと一旦戻ってもいいぐらいなんですがね。こっちじゃないな。どこだっけ。これはあれ、なんかぐるぐる回っちゃってるな。雨やか。本当はジャンプ力がもっといるんだったのかな。ああ、また違うところに。でも行ったことがあるとこだしな。ああ、ノーエフェクトって出てたから、基本的には叩いてみてあれが出たら属性攻撃ってことでいいのかな。あれどこだっけ。あれカタコンベは分からんな。これがあっち側だから、そんなに離れてはなかった記憶があるんだが、こっちまで上がっちゃうとダメなんだよね。上から行った方が早いかな。どっかの牢屋の奥から降りてくるところなんだよね。なんか一旦セーブポイントにも戻りたいんだけど、あれなんかぐるっと回っちゃったから、完全に迷ってんな。一回上出るかな。あれ違ったか。なんかあ、ここに来ちゃったよ。いざなわれてんのかな、ここに。多分メアももう殲滅しちゃったしね。これあれかな、は指上がったところかな。あー、ここが、あ、ここはつながってんの。はてな。おお、迷った甲斐があったというか。もう一個。見つけちゃったよ。どうするか。せっかくだから
せっかくだから見るか。どう考えても隠し。いきなりボス戦とか始まるかな。一応見るだけ見るか。やっぱりそうか。あん？これあそこじゃない？あそこ、サイレン、テンプルオブサイレンスだっけ？テンプルオブサイレンスの外側の廊下だよね。なんかのヒントかな？ない方がいいよ。あ、あったね。あー、なんか撃てってか、あれにも光属性かな、あれも。そういうヒントだな、多分。そうか、そうか。これは、ここあれが、で、こっちが、なんかどこからさ、つながってたよね、さっき。つながった感があって、けど気のせいだったのか、なんか、これでもこっち側から来た感が あったんだけど、今、どっか繋がってる、ここ。あれ？まあ、いっか。ここが実は向こう側から来れるとかなのかな。気のせいかもしれんからな。確認したいことを確認したいだけなんだが、上から行っちゃうかも。あ、ここだ、ここだ。これ一応叩こう。これは違うな。でも絶対これなんかあるよ。覚えておこう。どっから行くのが早いかな。こっちから行ったらセーブポイント遠いんだよな。メアはほぼほぼ殲滅してるはずだから、カトコンベの方から帰るのが一番安全なんですが、迷ってはいるんだよな。テンプルオブサイレンスの、テンプルオブサイレンスのところからどこかに向かえる。こっちだっけ？あ、こっちだ、こっちだ。とりあえずセーブ、レベルアップできる。これは上げといた方がいいな。
こうするかな。ダウン。で、30分か。とりあえずこの枠はここで終わりにしたいと思います。で、そうですね。次回、どこから行くか、いろいろと行きたいところはありますが、まあ、ちょっと次回までに考えておきますわ。それではお付き合いいただきありがとうございました。終了いたします。